地蔵院は愛知県名古屋市南区にある新言集大御派の寺院。三号は海底山、本尊は地蔵菩薩。尾張藩が編纂した漢文村村覚え書きによれば、創建は校長2年と伝わる。尾張名所図によれば、元旧2年に北糸田村の海中から地蔵菩薩が引き揚げられ、昭和5年に戸部村に移されて長らく信仰されたが、 火災で銅を消失したことから慶長五年に山崎村に移したとされる。この像が見つかった際にどこともなく一人の牢屋が現れて像についた泥などを交油で洗い清めるとともに人々にこの像に祈願する際には湯を注いで保温するようにと語って姿を消したと伝わりこの地蔵に湯をかけて祈願するようになったことから東浴地蔵と呼ばれるようになったという。 一方、郡村巡航期や、終わり名称図への別の像においては、北糸田村で池を掘った際にこの像が見つかったとする記述もある。この地蔵菩薩像はこの地方では、数少ない中鉄像であることに加えて、大型の座像という点が特筆され、鎌倉時代から室町時代のものではないかとも考えられている。しかし度重なる災害、特に、 太平洋戦争による戦災と伊勢湾台風によって、頭部と両手を残して、他の部分が失われたため、コンクリート製の胴体によって、座像としての姿が復元されている。なお、終わり名所図においてはこの像の高さを五尺と伝えており、現存する頭部は、白号の周囲で110センチ、頭頂から顎先までが60センチ、顔の幅が約35センチとなっている。 ありがとうございます。